第101戦闘飛行隊の L-18 第138輸送飛行隊の約40第890混成ヘリコプター飛行隊の H-45 バタイニツァ空軍基地はセルビア共和国の軍用航空基地である。ベオグラードの北西約 20km バタイニツァ地区とノバパゾバ地区の間に位置する。この基地はセルビアで唯一 日本のアスファルト舗装された滑走路を持つ飛行場である。バタイニツァ空軍基地は1947年に建設が始められ、1951年に完成し、この時航空基地として正式に発足した。基地の目的は首都の防空であった。草地の滑走路一本とアスファルト舗装の滑走路二本を備える。2006年の組織再編までは、 第177航空基地の名称で知られていた。バタイニツァは第204戦闘航空連隊、第138輸送航空連隊及びその他のユーゴスラビア空軍部隊の基地であった。1999年のナトウ軍によるユーゴスラビア空爆の間、バタイニツァ基地は25日間にわたって激しい爆撃を受け、甚大な被害を受けた。二千六年六月に、 アメリカ空軍の F-16 戦闘機2機がバタイニツァ空軍基地を訪問した。20年以上途絶えていたアメリカ空軍機による空爆後発の公式訪問であった。以下のセルビア空軍及び防空軍部隊が駐留している。セルビアの民間航空当局は今後のバタイニツァ空軍基地への LCC の商業、飛行受け入れの可能性についていくつかの観点から検討している。 推進者は、わずか数キロメートル離れて隣接する、ベオグラード・ニコラテスラ空港に対し、この基地は、気象条件が有利であることに加え、E75 高速道路に近接していること、市内へ鉄道で直接接続していることで、より理想的であると主張している。この提案では、バタイニツは、軍民共用空港とし、軍用としても使用され続けるものの、空港の所有権は、 首当局に関されるものとしている。通常、馬ニツ着空軍基地への民間人の立ち入りは制限されているが、空軍記念日などを中心に基地を公開して、航空ショーが開催されることがあり、多数の見学客で賑わう。ありがとうございます。